はい、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、ということでね、今日はね、じゃーん、このドラッグストアで先日買ってきた忍者飯っていうのを食べていきたいと思います。忍者飯って何ぞやっていう、こう衝撃っていうかびっくりして購入してきたんですけど、でね、ということでね、今日はねこれをね食べていくという動画になります。イエーイ、早速食べていきたいと思います。早速レッツゴございます。はい、ということで早速食べていくんですけど、これはハージョグミになっております。はい、これはね、忍法小腹満たしの術、忍者式ダイエットということで、お腹が空いたら噛み応え抜群のハードグミを噛んで小腹を満たすべしということで、旨味たっぷりだから癖になりやすいでろ、癖になるでござるよって書いてあります。はい、このね、こういう感じのハードグミになってるそうです。で、これはね、梅かつお味になります。そう、クエン酸が入ってるそうです。ではオープン。あ、なんかね、白い、こんな感じ、なんかもっとオレンジなのかなって思った。うん、硬い硬い。いただきます。あ、梅、梅ですね、梅、うん、これは梅だけに梅でございます。はい、本当に硬いです。で、梅のね、味がすっごいします。なので、なんだろう、梅が好きな人はこれ大好きだと思います。なんだろう、似たようなやつだと男梅とかそういう感じかな。でもこっちの方が硬い感じ、こっちの方が硬い、噛み応え抜群で、これ1個食べただけで満腹感が出るかなっていう感じですね。うん、しん。あのね、これはね、何個入ってるっていう風には書かれてないんですけど、 15g 入ってるって書いてあるんですね。で、見た感じこういう感じで、ちっちゃいのがいっぱい入ってる感じですね。そう、日持ちしそう。そう、私最近ダイエット本格的にやってて、これはいい小腹サポートになるかなって思います。ちょっとお腹空いた時にパクって食べて満腹感感じれたらすごくいいですよね。バク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 食べないで済むので、ちょっとね、学校終わった後とかお仕事終わった時にちょっとお腹すいたなって思ったら、これを食べればお腹が満たされる感じがするのかなって思います。で、梅なので、ただのグミじゃなくて味もするので、すごいいい。うん、おいしい。最近ほんと三つ編みにハマっちゃって、こういう感じです。うん、ここに写ってるのが最近ねつけてるエプロンなんですけど、今度ね紹介していけたらいいなって思います。最近料理をね頑張ってます。そう、ダイエットの料理とか豆腐の料理とか頑張ってます。
そう、あのね、ファッションショー4月30日吉祥寺コレクションあるんですけど、それをね、それまでになんとか、それまでになんとかね、体重を5キロは落としたいなって思うので、これをね食べながら頑張っていきたいなと思います、はい、ということで今日はね、この忍者飯というのを紹介していきました。ハードグミで梅かつ味になります。ぜひ皆さんもねチェックしてみてください。はい、ということでね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。